英語子育て大百科のお時間になりました。ナビゲーターのあずきです。英語子育て大百科は英語教材パルキッズで30年以上延べ10万人以上のバイリンガルキッズを育て続ける児童英語研究所所長船津博先生が毎月発行するウェブマガジンパルキッズ通信の解説をしながら、そして英語子育ての疑問を解決しながら進めていく番組です。バイリンガル育児をしているママさんパパさんはもちろん、これから英語教育を始めようと思っているけれど何からやればよいのか、どうやったら子供をバイリンガルに育てられるのかお悩みの方にお聞きいただきたい番組となっております。本コンテンツはポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google、Anchor、Amazon Music、Spotify、 児童英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。またパルキッズ通信は児童英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せくださいということで、先生今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生ね、今回はお便りコーナーなんですけれども、お便りコーナーですよ、なんですけれども、バルズ終わっちゃったもんね。バルズ終わったんでね、そろそろ夏休み終わりだから、みんなしっかりやってるかな。やってますよ。そりゃ隙間開けてる。開けてますよ。本当。はまだあと1週間、あと10日ぐらいあるから頑張って頑張って隙間開けて頑張っていきましょう、で、お便りコーナーで、時々ね、我々がお答えした後に、そのお答え、ご質問者本人から、フィードバックがあったりするんですけども今回も、これあれね、リアペってやつね。リアペ的なものがあって、いいね。で今回もね、先生覚えてらっしゃるかな、あきこさんっていう方で、あきこさん覚えてるよ、国語の話ですよ。覚えてる覚えてる、古文漢文の話、古文漢文がちょっと苦手ですみたいな話のあきこさんからご連絡いただいて、優しくカツを入れて、優しくじゃないですよ先生、だいぶカツ入れたから大丈夫かなと思ってましたけどあきこさんからご連絡来て、ちょっと読ませていただくと、先日第115回ポッドキャストの原告古文漢文でお便りを読んでいただきました、あきこです。配信があった先週木曜日、先週木曜日ってこれあれですかね、だいぶ前にもらってメールなんで、先週木曜日になってますけども、配信の日の話ね、そうなんです、自分のメールを聞きながらこんな質問をしてしまい申し訳ないという気持ちでした。そんなことありません。そんなことないよ。そんなことないです、長年子どもたちの言語力と向き合い、大学で言語学の研究をなさっている先生に対して、現役で使われている言葉以外必要ありますかという言い草、大変失礼だったと思います。そんなことないです。そんなことない。そんな、全ての質問に意味があるから。そう、全ての質問はグッドクエスチョンだから。グッドクエスチョンです、だからこっちが改めて、そうか、で常々当たり前だと思ってることにさ、こう気づかせてくれるんだよ。そう思ってない人もいるんだ、そうです、にもかかわらずメールを取り上げてくださり、ご回答いただき本当にありがとうございました。感謝申し上げます、こちらこそ感謝申し上げます。いやいや、ちょっと厳しくてごめんね。で、ただね、今回ね、いろんな気づきがあったみたいで、とても良かったっていうね、声を、それは良かった、いただいてて、本当にこれなんですよね。そうそう、気づきがあれば、そうなんだよ、我々やってる意味あるんで。それでその何、古文漢文やって、あとは、日本史 B やるってことに気づいたんであれば、とりあえずもう何、文系の早慶定理はクリアだよね。早慶定理クリアで、ただ最近ね、試験の方向として数学も取られるみたいだから、とりあえず、確率ぐらいまでやっといた方がいいよ。ちょっとね、すごい現実的な話になりますね。いやいや本当に、だからそこまでやっとかないと、最近文科省がさ、ちょっとなんか、なんだろうな、文系ばっかしの文科省が何を、なんかこう土地狂ったことを言い出すのか。すごいなんか日本の 理系が進まないみたいなこと言って、進んでんだけどね、進んでますよね、でそれでなんかその文系にもその理系科目を必須がするみたいなことになってるから、だからとりあえず、統計じゃない、確率まででいい、分かりました、そこまでで OK、 分かりました、統計は大学になったらやって、そのお勉強の話は置いといてね、あきこさんがいいこと言ってらっしゃるんです。え、なになに、ごめんごめん、船先生がおっしゃっていた、要は古文漢文って別になくても生きていけるわけじゃないですか、知らなくてもね、知らなくて死んでる人がほとんどだと思うね。なんですけれども、じゃあ何のためにって話で、船津先生が豊かな人生を送るためにっていうメッセージをされたと、
このフレーズが心に残ってますと。うひょー、私は豊かな人生を目指して生きてきたことがなかったと気づかされました。そんなことないと思いますけど、はい、常に目の前の問題や不安を解消するための選択をしてきた、ね、ということです。一生懸命生きてきたんだよね。そうなんです、うん、いや、まあ、ちょっと先生の世代に、うん、物を申したいんですけれども、ちょっと俺のじゃなくてあの、ね、あのもうちょっと上ですか。もうちょっと上に言ってあげて。いや本当に今の年金もらって、あの何、あの太ってるやつら言い方、いや本当日本の何、このさ明治から大正にかけてやってきたさ、戦前にかけて培ってきた日本のこの資産、はい、人民的な資産っていうのを全部食い潰した連中、はい、なんて言うんだっけ。もういいです、もう怒らないでください。なんとかジェネってやつ、ね、はい、もういや、そう、いやだから違ったっけ。だからね、大量生産世代ってやつ、大量生産世代でいいですもう、うん、はいはいはい、で、うん、多分あきこさん我々と同じ世代って言っちゃうと叱られちゃうかもしれないですけども、あずさんより下だよね。ですよね、うん、若干ロストジェネレーションにかかってる方と想像すると、うんうん、一生懸命生きてるんですよ。そうだよ、一生懸命生きてるんですけれども、うん、社会の事情とがあり、うん、その目の前のことに忙殺されてしまうってい う、ね、そうね、生活になっちゃうんですよ、うんうん、なかなか豊かに遅れる方っていうのがそれこそ今の年金世代よりも少ないんじゃないかなと、うん、ニュージーランドに移住するかみんなで先生、うん、先生なんか最近ニュージーランドが好きなんですか。あの釣りとスキーっていう、あ、まあまあまあ釣りもできるし、あと羊がいっぱいいるし、あ、まあ、羊好きなんですか。いや別に羊が好きってわけじゃないけど、はい、そのなんかすごいこの牧歌的な風景じゃん。あ、まあ牧歌って言ったら羊がいますもんね。そうそうそうだよね、まあ、ヤギかヤギか、はいはいはい、家畜がいますもんね。だからまあ老後はその辺がいいのかなと思って。日本で税金払ってるのバカらしいから。ああ、うん、そうですか。そう、先生行っちゃうんですね。うん、このかなと思ってる。パルキッズは置いていくから、あずきさんに。いや、その置いてくからって、別に先生ニュージーランド行っても別にできるじゃないですか。そうだよね、うん、これもできるもんね。これもできる。パルツも書けばいいんだし、献金もできるし。そうですよ、あ、今と変わんないじゃん。変わんないですよ。ちょっと、うん、ちょっとなんか涼しかったりするぐらいで。そうだよね。あ、じゃあそっか、じゃあどこでもいいじゃん。どこでもいいですよ。いやだから、じゃあニュージーランド、僕も長野行こうかなと思う。あ、そう、はあ、じゃあ それで、うん、あ、そんな感じにしよう。 いいですね。そうすると年中スキーできるよ。そうですね、うん、かわいい。夢は大きく、いや、自由に行こう、自由に、うん、はい、ということで先生、はいはい、うん、お悩み相談コーナーということで、あ、そうね、今日はね、お便りいただいてます、うん、はい、まずですね、うん、今回はキャンキャンさん。キャンキャン、僕これ今回初めてですね、ご出産前の方からいただいてます。ちょっと待って、ちょっと待って、すっごいこのさ、どんだけあの先見てんだよ。すごいですね。いいね、はい、うん、はい、そのキャンキャンさん、キャンキャンさんどうしたの。いきますよ、うん、10月に第1子を出産予定のキャンキャンです。まだちょっとあるね。ま、もうまだちょっとある。そうだね、はい、今のうちにやっとこうってことだ。そうですね、キャンキャン偉い、はい、うん、妊娠をしてから、うん、幼児期に英語をしっかりとやってあげたいと思い、うんうん、こちらのポッドキャストで勉強させていただいております、うん、はい、ありがとうございます、うん、パルキッズの資料も請求させていただき、うん、なんとなくパルキッズについては分かったつもりなのですが、うん、かけ流しをすると具体的に子供がどうなるのか、うん、そのあたりが理解できません、うん、かけ流しで英語ができるようになるなんて魔法のようで信じられないのですが、点点点、確か大人向けの英語教材で聞き流すものもあったと思いますが、うん、それもどうなったのかも分かりませんし、あれやめたよね。やめましたね、確かね、うんうん、本当にかけ流しをして英語が身につくのでしょうか、うん、身につくのであれば具体的に何ができるようになるのでしょうかっていうことですね、うん、まあこれかけ流しに関しては、うん、多分誤解されてる方結構いらっしゃるのかな。あのね全部一緒にしちゃダメよ。全部一緒にしちゃダメ。分けるのが科学でしょ。じゃあ分けましょう、うん、分けましょう、まあ、はい、先生お任せします、分けましょう、はい、だからかけ流しってあります。あります。でかけ流しをするっていうのってと、はい、あとはかけ流しも大人と子供がありますと。ありますよ。で大人のかけ流しに効果があるなんて俺今まで一言も言ったことない。言ったことないですね。大人は素読ですもんね。大人はそう、かけ流しをしても、うん、ね、それで英語が身につくなんていうのはけしからん、うん、いや本当けしからんにも程がある。だって聞き取れないんだもん、はい、聞き取れないものをあの流したって聞き取れるようにならないのよ。うん、ただそこに意味が発見された時に
聞き取れるようになるかもしれないよっていう可能性はなきにしもあらずだけど、はい、かけ流しからは得られる結果は効果は少ないですね。大人の場合は、はい、かけ流しから得られるものは少ない、はい、でただあの幼児期は違うよね。そうですよね、うん、はい、っていうかこうすごい単純なことなんだけども、はい、幼児期っていうのはあそっか、これこの方ひょっとするとクールの研究してるのかもしれないね。パトリシアの。あ、パトリシアクールの。パトリシアクールの話する？はい、お願いします。もう何度もやってるけどね。はい、うん、パトリシアクールっていうのがいて、生後10ヶ月、まあ、生後9ヶ月だったかの日本人の子供は、L と R の聞き分けができるんだよ。はい、それが生後11ヶ月になると L と R っていうか、L と R の区別に興味を示さなくなるんだよ。はい、だから、それからもってして、パトリシア・クールは、何ちっちゃい頃にやってもダメだって言ってんでね、はい、であとはそのもう一個証拠を挙げてんだけども、何だったかな、そのなんかビデオを見せるんだよ。でビデオの音声には反応しないんだけども、はい、肉声には反応するみたいなことやるんだよ。おお、うん、あ、聞いたことありますね。そういうのもありますね。そうそうそう、あれもね、まあ、言語心理学の人だからね、うん、すごいこのなんていうのかな、そういうバイアスがかかった研究してらっしゃるんだけども、うん、一応だから査読通ってるんでバイアスかかってないというふうにはね、こう評価されてるけれども、はい、俺からすると通じ的な 教育は何もしてないわけよ。その間に、はい、通じ的にそのなんだ、縦断的にね、ずっと英語の音を聞かせ続けた子、はい、っていうの見てないのよ、はあはあはあ、その時突然この、中国人だからの中国マンダリンを聞かせたりとか、ある時期とまた別の2ヶ月ぐらい離れたある時期に聞かせてみてどういうふうに反応するのかっていうのを見てるのよ。あ、数字的にその英語すごい点ですね。マンダリンに関してこと聞かせてるわけじゃないんだよね、継続的に。うん、だからそれとこのなんかパルキッズっていうのは全く別の考え方で作られてて、はい、パルキッズっていうのは何かって言ったら、その幼児の言語能力に限らず大人もそうなんだけども、まず英語が聞き取れないっていうのは何かって言ったらさ、文節能力がないわけよ。文節能力、文節能力、セグメンテーションっていうね、要するにその一連の、音連続の中からセグメントを取り出すわけよ。あ、まあ、つまり音素ね。私はイチゴが好きですっていうのを、うん、私はイチゴが好きですっていうってなると、それって語だよね。5ですね、うん、5より節、5よりもっと短いものとして、私はイチゴがっつったら、まあ、日本で言うと日本はそのシラブルでこの音節を構成してるんで、そうすると私はって奏で表現されるようなもの、モーラですね。そう、モーラだね、はい、そう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 、うん、まあまあ、そう、それモーラって考えて正しいと思うんだけども、はい、その私はイチゴが好きですっていうのが分節できればいいと、はい、いうふうなところなんだけども、もっと細かいことがあって、はい、私はのはだから WA、はい、TA、しって言った時にこれ作業なんだよね、はい、S の行の中の異段なのよ、はい、でそういうふうに分節していくのよ。子供がですか。要するに子音と母音の組み合わせで分節してるんだよ。へ、だから、例えば何、ワニとカニって言った時に、ワとカが違うんじゃなくてW と K が違う。あ、そうですね、っていう風に子供たちっていうのは知覚していくのよ。っていうのがこれね、子供たちっていうか人間がそのように言語知覚をするっていうのはもう分かってんの、はい、人間っていうのはそのセグメントで分節していくんだよね、はい、でそのセグメントで分節するにおいて日本語と英語っていうのは音素が微妙に若干違うんだよ。英語の方が音素多いのよ。新子音とかだから、なんで F の音とか、はい、あと子音っていう TH の音とかあるじゃん、はい、そうすると英語の方が若干その子音は多くて、はい、あと母音は日本語が5なんだけど英語は11とかあるから、母音は圧倒的に英語の方が多いんで、だそうすると同じこの母音空間、例えば ham hum hum って言った時に、はい、これが違う音に感じられるかどうか。違う音ですよ、まあ、音として違うけども、例えば、はい、cat cut cut って言うと全部日本語だとあに分類されちゃうんだよね。そうですね、うん、まあ、それが母音空間って言うんだけども、そうするとそのカテゴライゼーションが、カテゴライっていうのはその
日本あの母音の空間がね、イーからウーにこうやって下がっていくじゃない、イー、うん、からウーに下が奥に行くと、はい、イーウーっていう風になる、はい、でウーから口上げるとウーアーになって、はい、であアーから前に出して下を前に引くとアーって英語のアーみたいな、はい、でそこから口を閉めていくと舌を上げていくとエーっていう風になる。でこの母音空間のその区切り方が違うんだよ英語と日本語では。なんかあれで見ましたよね IPA の、そうそう IPA ね、はい、IPA チャートなんか見るとね、はい、IPA のチャート見ると分かるけども、はい、インターナショナルフォネティックなんだっけアソシエーションなんかのチャートだよね、はい、それ見ると載ってるんでぜひ調べてもらったらいいんだけども、うん、そのカテゴライズ、その同じ母音空間でいろんなさまざまな音が出るんだけど、そのカテゴライズの仕方が違うんだよ日本語と英語では、はい、でそれがそういうのを分節するって音素っていうんだけども、うん、その音素の知覚ができるようになるっていうのがちっちゃい頃に音を流すのに最も重要なこと。いやーなんか深いですね今回は。そうもうちょっと浅めにやれってこと。結構、うん、勘違いしてらっしゃるのが、うん、かけ流しします、うん、かけ流しして、うん、その中にドッグっていう音が出てきたとします、うんうんうん、そしたらドッグっていう音を覚えて、うんうん、ドッグは犬だぜってことをそこで学んでもらう、だからそのためにかけ流しをするっていうようにイメージされてる方多いと思うんですよね。全然違う、もっとそんな、全然違うんですよね、それって単語レベルじゃなくてですよ、ね、しかもあの音節レベルですらなくてさらにもっと細かい音素レベル、うん、意識レベルでもないですもんね。そうの知覚ができる。例えば、日本人の知覚実験なんかやると、例えば語末の N とか、はい、NG っていう軟口外鼻音みたいなものとか M っていうのは全部 N に聞こえるんだよ、はい、日本語の N っていうあのひらがなの最後の N があるでしょ、はい、それが例えば Kim Kim Kin Kingだから俺今あのもう一回言うよ。Kim, Kin, King。これ3つ違う音言ってんだけども、はいはい、みんななんかんに聞こえる？Kin みたいな感じですよね。うん、だそうするとだこれはだけど英語では Kim と Kin は全然違う語だし、うん、Kin と Kim、King 違う音だからね。はい、だからその知覚というか弁別しなきゃいけない。弁別というかそのディスティンクトなんだ。あのそこで意味が変わっちゃうの。音素が1個変わることによって。でそういう音を今入れてるのがパルキッズ。あなんか単純に聞き取れるって一言で言いますけれども、うん、そこに至る過程っていうのはものすごく複雑な、うん、もう極めて複雑 で、 複雑なで、ね、それもだけど今音素レベルの話をしてるんであって、はい、パルキッズがやってるのは音節レベルのこともやってるのよ。そうですね、音節っていうのは何かってさ、日本語っていうのは簡易音節じゃん、はい、要するに母音、全部母音が作ってやつですよね。そう、子音プラス母音でなってて、うん、コーダがないんだよ、はい、コーダっていうのは例えばその英語だったら ant ant って言った時に ant っていうのはコーダなんだよ。日本語だったら ant ですもんね。日本語だったら ant になるし、例えば sam、sam 君ね、はい、sam って言った時に日本語の場合には sam っていうのはありえないのよ。ありえないです。 m は言っちゃダメだから。なんでかって言ったらコーダは日本語にコーダっていうのはま、微子音って言うんだけども、その音節の最後に子音で終わっちゃダメなんだ。だから母音をつけるんだよ、うん、はい、だからサムっていうのはサムになっちゃう、はい、なります。ウが入んなくちゃいけない、なります、っていうその日本語の規則があるんだけども、はい、外来語の借入語の規則がね。でこういったその違いっていうのも分かるんだよ。そのだから音節レベルでのその英語の知覚ができるようになるんだよ。そのだからすごいよ。だから何ていうのかな、TH をさ F で置換したりするんだよね。置換って置き換えるっていう、うん、TH の発音を throw 投げる throw っていうのを throw って言ったりするんだよ。ああ言いそう。なんでかって言ったら throw っていう子音と子音と新子音の F って似てるのよ、うん、周波数が、はい、だ音声学的にはもう極めて近いところにあって、普通にこのスペクトログラムだけ見たらちょっと俺なんかじゃ分かんない。分かる人は分かるんだろうけども、はい、っていうようなことの違いも子どもたちは聞き取ってるんだ、はあ、うん、なんか深いですね。なんかこう、うん、うちの子がパルキッズ覚えただ覚えてないだとか、うん、っていうのとは、うん、全然
次元が違う話ですね。そうね、だから、うん、なんていうのかな、トップダウンじゃなくてボトムアップ処理、うん、そのトップダウンっていうのは単語を知っていてその単語を探しに行くのよ、はい、だから日本人がよくやるのがその外国人と会話してる時に聞き取れた単語だけでなんとなく会話を成り立たせようとするんだよ、はい、うん、だから、そうですね、寿司とか、うん、マグロとか、そうです、だけどそこで実はさ I don't like マグロって言ってるのかもしれないじゃん。そうですね、でもマグロ You マグロ You eat マグロみたいなことになるかもしれない、はい、No no 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 I don't like マグロみたいな、だからその間のところが分かんない、うん、でその知ってる単語だけでこう理解しようっていうのがこれトップダウン処理って言うんだよ、はい、でそれに対してその音素とか音素とか音節とかっていうレベルでこの知覚ができるようになってる、うん、だから聞き取れちゃってる、はい、だから例えば何でもいいよ本当に英語の、ローと、ローは違うよね、違いますね、ロー違うよね、はい、でローとラーローもちラーラーローこのラーは何Raw ですか、あの RAW です、違う Law Law、うん、法律の方ですか、 Law、 はい、うん、だ Law School っていうね、そうですね、 Law School、 はい、だけど日本人の学生たちは Law School っていう言いますね、なんで法律がこう低いんだよみたいなこと、LOW じゃないですよね、うん、はい、それは何でかって言ったら日本語にこの二重母音の近くっていうのができない、うん、あの日本語における二重母音っていうのはあの長母音だから、はい、だから長母音だから例えば、東京っていうのをさ東京っていう人いないでしょ、うん、俺は東京に行ってきたんだからいやしかしなんか今こうやって話聞いてると、うん、そういう音素の研究をしてるわけですよね、うん、子どもたちは、そうそう勝手にね、勝手に研究をしてる、ただ、うん、研究のためには材料が必要じゃないですか、そうそう大量なデータが必要、うん、それがパルキッズであるってことですよね、だからよくなんかほらわからんちんの人たちがさ、はい、あのパルキッズつまんないとか、うん、同じことの繰り返しでとかさ YouTube でやればいいじゃんとか、そうそう、だからもうそういう人たちの脳みそっていうのが、はい、あどうぞご自由にって感じで、音声学も音韻論も、第二言語習得論も何も分からずに、つうか第二言語習得とか第一言語習得の仕組みすら分かってなくて、なんか英語は楽しければいいし関心があればできると思ってるんだったら、そろそろ皆さん英語できるはずだよね、そうですね、うん、ただそれは先生が悪いです、俺先生が悪いですいや僕も今、うん、こういう質問久しぶりじゃないですか、うん、かけ流しって何ですかみたいな、うんうん、で先生から久しぶりに聞いたな、うん、この言語学的な見地で語ってらっしゃると、うんうん、はいはい、以前はこの言語学的見地が薄かったじゃないですか、うん、まあね、はい、俺も言語学者じゃなかったから、まあ、学者ではあったから、今その言語学的見地を聞いて、これは我々がそれを知らないのは、うん、やっぱり言語学者の皆さんの発信力が、俺よりもっと偉い先生たちいっぱいいんだからさそうですか、うん、いやもっとねやっぱ言語学学会が積極的に発信をして、うんうんうん、そのやっぱり教育、ちょっと待って、そっち行くの人たちを変えていかないと、うんうん、まあ、教育の人たちはね関心がないんで、はあ、あの英語を教えてる先生は教育学に関心があるかもしれないし、はい、第二言語あの教授法に関心があるかもしれないけども、音声学とか音韻論には興味ないから、いやまあそうなんですけれども、うん、で第二言語習得論って言ったらこうやってなんかすごそうじゃんすごそうだから来るんだけども、そうすると、はい、そういう連中見てると、うん、頑張ってって感じなんだよねいやでも統計とか確率も統計も何も分かんないみたいな、そうですねつまりはかけ流しをするとよくね聞き取れるようになると、うん、だからその聞き取れるって何ぞやっていうところを今日は先生にちょっと説明していただいたっていう感じですね、だから弁別ができるっていうこと、すごいですねこれ、うん、いやそれだけですね、日本人はそれができないから困ってるわけだっていうことですよね、うん、だから読む、まるで読むかのごとく英語が聞こえてくるのよ、うん、ちなみにキャンキャンさんにお伝えしておくと、うん、お子さんのためにね、うん、今度お生まれになるお子さんのためにかけ流しをすると、うん、お子さんは
弁別ですか、うん、ができるようになるかもしれないですけれども、音声の弁別、音声の弁別ができるようになるかもしれないですけれども、うん、キャンキャンさんはちょっとできるようにならないんでね、ここはちょっと気をつけてもらわないと、ね、うん、キャンキャンさんの場合にはだから IPA のチャートかなんかを家で常に貼っておいて、まあ、お手洗いでもいいから、はい、でそこでこうやって、まあ、押すと音が出るようなえあみたいな音が出るのがあるんで、 IPA チャート、 IPA チャート with sounds かなんかで見るとあるよ。大人は大変ですね。うん、大人は大変だけど、それによってそっか、なるほど、何ですか、あずきさんの魂胆が分かった。何ですか、これ教材出るよね、うちからもうだから、ね、先生ね、うん、先生は、うん、あのそこはいいですから。あ、ごめんごめん、先生の役割じゃないんだよ。そっか、ごめん、あずきさんのこの悪だくみ今ちょっとバックしてしまう。先生ね、すぐ先生ね、自分で率先してやろうとするんだいいです、いいです、うん、はい、それとごめん、あのキャンキャンさん一言だけお願いします。言っとくと、まだこれから生まれるんだよね、はい、そうです。したらまずキャンキャンさん、英語なんかの前に、英語はパルキッズやればいい。パルキッズはね、生後ね2ヶ月目から始めて。あ、2ヶ月目ですか。2ヶ月目でいいです。はい、うん、で、最初の1ヶ月、はい、まあバタバタしてんだよ。そうですよ、病院から帰ってきたりとか、何だりかんだりとかさ、まだおむつにもなれなくてさ、あのペースにもなれない時にはね、何もしなくていいから、何もしなくていい、ぼんやりして、うん、そうですね、そうで、キャンキャンさんの旦那さんはね、ぜひとも手伝ってあげて、うん、でね、キャンキャンさん言っとくけども、あのね、料理なんか作んなくていいから、うん、あのママのおっぱいの心配だけすりゃいいわけだから。そうですね、この時期は。ってことは旦那はもうね、あんたごめん、ウーバーでなんもしくは俺の友達がやってるのがウォルトだから、あ、ウォルト、ね、もうウォルトさんでお願いしてもらって、はい、とにかく手を抜いて、うん、いやだって昔は出産したら1ヶ月ぐらいはずっとお布団の中だったんですよね。そう、あれ出ちゃいけないんだよ。ですよね、うんうん、そうね、まあ、とりあえずそのなんだっけ、そのお宮参りまでは、うん、もう家にいるのがデフォルトだからね。ですよね。でそれで何するのかって言ったら、地頭力講座でほら絵本とかのリストがあるからね、はいはいはい、あれをあの今のうちから揃えておいてもらって、うん、でそれで生まれたら見せる。ああ、ほんとね、うちのね、こううちのチビさん、はい、一番あのニューエストチビニューエストチビ、ね、生後1週間2週間ぐらいの時からずっと絵本見てたよ。あ、うん、でマミはさ、もう日がない一日ずっと絵本を買って、で寝たらこうやって歯ほっとして、それでお茶でもこうやってゆっくりこうやって、ほらまだこのオロの時期だからさこのゆっくり歩いてお湯でも沸かしてでそういうねゆったりとした時間っていうのがとても大切なんでね、うん、そうですね、うん、ぜひ、うん、ご主人にもご協力願って、そう、そういう風にしてちょうだい。あんましガシガシね教育しなくていいから。そうですね、うん、いやなんか今日いい話でしたね。あ、そう、よかったよかったはい、はい、英語子育て大百科はポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、 Google、 Anchor、 Amazon Music、 Spotify、 自動英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。ぜひサブスク登録をして毎回お聞きいただけますと幸いです。またパルキッズ通信は自動英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。夏先生の著書、子供の英語超効率勉強法、換気出版から出版されております。こちらも英語子育ての参考になりますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せください。ではまた次回、ありがとうございました。バイバイ。